チャンネルですさあ本日も爪将棋のチャンネルこちらの動画ご覧いただきましてありがとうございますはいえー今回ご用意させていただいたのは11手詰めです、えー、今回の爪将棋ちょっとね、えー、若干無理やり感というものはあるんですけどもというとのですね ちょっと若干あの最近ね。自分で爪将棋を作っているんですけども、若干も早くもネタがね尽きてしまいそうな感じがしております。だいぶね。自分のね。爪将棋を作ってから、もう大体にねえ、1ヶ月2ヶ月くらいこう経つわけなんですけどもちょっとね自分の商品にちょっと行き詰まってきたところっていうのがこれあります。で過去の動画にね皆さんの爪将棋をね。募集しますよ。ということをね。こう紹介させていただきました。でえまあ動画のねコメント欄にですね。えま、そういったね写真の画像の。 レールですとかそういったのものでもいいですし、えー、皆さんの,このツイッターとかのね、えー、あのあると思いますのでそのツイッターのですねアカウントをコメント欄にこう貼っていただいてそちらに画、ね、像をこうね、えー、貼っていただけるとあまあ私としてはちょっとありがたいかなと思いますで一応ね私ね詰将棋をね、えーまあ、作ることに関しましてはね えー、まあ、作ることはできるんですけども、どうしてもね、解くことにね、えー、ちょっと時間を割いてしまうということでね、まあそういったところの時間のね、短縮というところでね、えー、まあ、ちょっとね、解説動画ということではないんですけども、えー、あの、詰将棋のあ、まあ、画像と一緒にですね、こう、ちょっと答えとかっていうのもちょっと書いてくれたら、ちょっと非常にありがたいかなと思いますのでね、えー、どうぞよろしかったらね、えー、そちらの検討よろしくお願いいたします。さて、本日の詰将棋、こちらですね。 えー、だいぶ込み合ったね、てえー、まあ形になってるんですけどね。では、駒の配置読んでいきましょうか。えー、玉型、12玉、14金、えー、21飛車、23銀ですね。えー、3二角、3三銀、えー、4一銀です。えー、攻め方、12銀、1三角、2二銀、えー、3一飛車、 えー、3四金そして4三金となっておりますではこちらの駒を使って、えー、11手詰めです皆さんで頑張って解いてみてくださいそれでは1分間スタートします <music> はい。では解説させていただきます。ここまでご視聴ありがとうございます。では行きましょう。21飛車なりで入っていきましょう。21飛車なり、えー、で、同角ですね、えー。同角で取ります。はい。22、えー、金ですね。22、えー、金。あ、失礼しました。23金ですね。で、これで銀取ります。23金。で、同玉ですね、えー。同玉で取ります。で、こちらに出てくると。で、33銀なり で、また金取ります。三三金りですね。で、これは持てるしかないですね。えー、一三玉ですね。で、ああ、角取りましょうね。角取るんですね。えー、角取りまして、えー、一三銀打ち。一、 えっと、1、3玉で、2、3、4ですね。いですねました。ここに、ここに、飛車を打ちまして、1、2玉と引きます。はい。で、ここからがですね、えー、まあちょっとしたミソということで、まあ1、3、銀打ちとこう打ってあげまして、1、3、銀打ち、1、1玉頭で取ります。えー、そして、えー、まあこれはラストコースですね。はい。えー、ここ打っちゃダメですよ。ここ打っちゃダメで、ねえー、2、2、銀打ちでこれで済みですね。ついて詰めです。 えー、これ完全にね、無理やり感がこれあります。あと言いますのも、ちょっと本当にね、これ無理、無理やりね、詰、え、め、ー、将棋をこれ完全に作ってるな段階ですので、まあおそらくなんですけども、最後ね、このところがあってですね、金で取ったらっていうところをね、えー、ちょっと考えてたんですけども、金で取るとですね、えー、まあちょっとね、駒が足りないのかなっていうね、ちょっと気がしてるんですよね。 えーまあ、自分的に、うん、どうなんだろうなという感じはあったんですがね。えー、はい、というわけでね、えー、もう一度解説させていただきます。ここまでご視聴本当にありがとうございます。はい、えー、ここですね。 で、飛車取りまして、えー、1、2、飛車成、手、銅、角、2、3、金ですね。えー、2、3、金で金、玉出ます。えー、3、3、金な成、えー、1、3、玉、角取りまして、 二、えー、2、3、飛車打ち、1、2、玉。で、これ、金打つんですけども、1、3、銀、打ちと打つんですけども、これ、同金で取ることができるんですよ。で、これ、同金で取った場合のこれをね、考えてたんですけども、もしこれ、同金で取った場合ですよね。で、これ、同金で取ったらですね、えー、まあこう、飛車なるというね、えー、手をこう、先に考えるわけじゃないですか。 で、ま、あこれ、金になればね、即積みなんですけど、そうするとね、これ、金が一つ余ってしまうんですね。そうすると、詰め将棋としては、これ、成り立たないわけなんですよね。で、またこれ、金ね、成り切上がっても、これでも詰みになるわけですから、そうすると、それでも金が余ってしまう。と考えるとするとね、えー、これ、飛車がなるのはね、えー、ま、手なのかな、とこう、思ってまして、これも取るしかないですよね。同玉で取りまして、で、そうですね。そうするとね、 コマが足りないですね。こう、金打ちまして、14局、14局とするとね、ちょっとコマとしてはね、えー、足りないんですよね。なので、かなりこれ、無理やり感のある詰め将棋ということに、こうなっています。はい。ではね、ちょっと戻していきましょう。えー、飛車りですかね。飛車り飛車打ちのところからね、えー、銀が2枚だよね。 いいのかこれでいいんだな。これで。はい。なので、えー、まあ、銀打ちですよね。こう、銀打って、まあ、こう、取る形でね、こう、進めてはきたんですけども。まあ、あの、本当にこれ、無理やり感のある詰め将棋なんでね。はい。一応、この形では詰みます。当然、十一手詰めですからね。これで一応、積むんですけども、同金で取った場合がね、 えー、ちょっと考えられなかったよということで、ねえー、もしかしたら不詰めのね、詰将棋なのかもしれません。ということでね、えー、今回の詰将棋ね、えー、こちらの、えー、形となります。ちょっとね、不詰みというところでもね、えー、考えられるかもしれませんけども、もしかしたらね、えーまあ、私より詰将棋がね、作るのが得意だっていう方がいらっしゃればね、こちらの爪将棋をもしかしたら直してくれるということもあるかもしれませんね。 で、一応ね、私がね、えー、まあ一応爪将棋を作ってね、えー、AI の方でね、えー、解かせてるということなんですけども、AI の方ではね、えー、なぜかこの詰め方がこうできてたんですよね。ということで、ちょっとね、えー、まあおかしいっていうところもあるかもしれませんけども、今回の爪将棋はここまでとさせていただきます。 えーということでね、えー、本日の動画はここまでです。皆様、ここまでご視聴、最後までご視聴ありがとうございました。次回の詰め将棋、そして動画をお楽しみください。それでは失礼いたします。<music>